でしたね。いい経験ができました。
まだまだ、いくらでもかかってこい。いいね、この感じ。少しはみんなの役に立ていい気分なのよ。こういう時こそみんなに。よかった、みんな無事で何よりね。
しましょう。よかった、みんな無事で何よりね。しましょう。いくらでもかかってこい。
な無事で何よりね。
手応えのない相手でしたね。よかった、みんな無事で何よりね。いい経験ができました。遊んでいる暇はないんだ。よかった、みんな無事で何よりね。
しましょう。行くぞ、チャンスだ。サイレンス。まだまだ、いくらでもかかってこい。できました。いい気分なのよ。すぐに攻撃しましょう。行くぞ、チャンスだ。
たちに気づく。すぐに攻撃しましょう。よし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 よかった。みんな無事で何よりね。ここか。よし。なんてことを。リムちゃん。危ない。下がれリム。フォーメーションを乱す気ですか。怒っているのはあなただけではありませんよ。だから戦う時は一緒だ。エイト、エイト、フェイズ。行くぞみんな。練習の成果を見せる。固まって。よし、早く痛いわよ。Yeah.
やったか。危ない。みんな、怪我はないか？私は大丈夫。ありがとう、エッチ。こちらも無事です。フェイズ、重いのよ。おでこが床にごっちんで痛いのよ。でも、助かったのよ。どういたしまして。もう少し早く来ていれば完全に手詰まりですね。教えを請うべき方がこうなっては。何か他に手は？どうしたの、リムちゃん。行くよ。え？ルティネーのお家。ルティネー？あっちの村に住んでるリムの友達。ルティネは優しくてとてもいい匂いがするのよ。呪文はルティネが知ってるから大丈夫なのよ。なぜそんなことがわかるんですか？ルティネの名前がそこに書いてあるのよ。呪文を覚えたらこれに名前を書くのよ。それが決まりなのよ。エッチ。ああ、まだ希望は残ってる。試す価値はあるかもしれません。というよりは他に方法はないか。よし、それじゃあまず僕から行こう。え？僕が先に降りて安全を確かめる。みんなはその後だ。ダメよ、エッチが先なんて絶対ダメ。どうしたんだよ。ダメダメダメのダメ。エッチが先だなんて、もうエッチ。エッチってなんだよそれ。とにかく最初に降りるのは私。もう決めたんだからね。
使えそうね。